決勝戦で100万とか出ちゃうとつまんなくなる可能性あるんでね、ぜひやるならここで見たいですよね。あ、なるほどね、もうね、そうか、勝敗がはっきりしてまうから。そうですよね。達也は想像の一色点と染めたいハイパイでしたね。翔くんも白は統一なんだけど、まだ大手を振って仕掛けていけるような形ではなかったですね。これ面白いですね。嫌った。さあ、想像が、まあ、9万からいくんじゃないですかね。あ、そうですね、はい、はっきりしますね。はっきりしますね、よりはっきりとした、はい、これがあれなんですよね、あの達也くんの打ち方っていうのはみんな知ってるわけですよ、うん、ですからあの切りされるとほとんどの人間普通はあの一色手に見えると思うんですけど、達也くんがやるとあれ小さくに見えるんですよね、あの切りが、はいはい、その辺をうまく自分で使ってますよね、はいはい、自分のジャンプを活用して、はい、まあ、印象に残した打敗をしてるって、ね、そうですよね。ただこの G1 のかぶりはどうなんだ、はい、こちらは2差しを見てますね。翔くんはマンズにまっすぐ、まっすぐ行きそうですね。そんな感じですね、はい、ただすでにチーマンが3枚入れと、うん、おー、来た来た、なんかファンタジーを感じますね。さあ、ファンタジスタが、ファンタジスタなるゆえん、ここで見せることができるでしょうか。トーンを重ねた、これでいよいよメンホンの方に、はい、ギャラリー的には嬉しくないですね。はい、自敗重なるとね、鎮痛の道が閉ざされやすいですから、まあ、本人的には手応えあると思うんですけどね。多分ギャラリー的にはちょっとみたいな。ああ、来た来た。さあ、こうなると1枚目のトンで動くのかどうかも、そうですね、これは動かないでしょうね、おそらく、まあ、ファンタジスタは動かないんじゃないでしょうかね。1枚目のトン泣くのはファンタジーは感じないですよね、そうですよね、あんまり、はい、普通ですもんね。ただこれ、あのタッキーとジョー君1枚ずつなんで、1枚切られると連続でポップトンの可能性がありますね。パタッと切られた2枚目はさすがに動くのか、ファンタジスタといえど、タッキーのトンはすぐ出そうですけど、ジョー君のトンは少し引っ張られるかもしれないですね。これを重ねた、きついですよね、やっぱチーマンがないとね。出ますか、1枚目はポンしましたね。しましたよ、はい、あれしましたよ、藤崎さん、あれファンタジーがとりあえず2番手にっていうことなんですかね、トーナメントのね、やっぱりそこはファンタジーはさておきリアルを、はい、そうですね、ここは追求したということか、はい、ここでもドラム紡ぎって、さあ、サブロー層の天杯が入ってる、その三蔵が来た、リーチですね、メンピンドラドラ、ウッパー層のリーチが病から入る、そっか、三蔵を自分で流しちゃったんですね。あ、なるほど、まあ、しょうがないですけどね、天杯だし、サブロー層対ウッパー層、そうですね、それでもし面前で天杯してもこのトンが出るわけではないですからね、うん、あれはトンはポンされてるから出た場合ですからね。さあ、ローピンは滝沢のインシャンテン系はもう積んでるんですね。ローピンは何枚、一体何枚なんですかね。566だとね、え、どって推進3455、店舗状況をここまで見るとやっぱこれ負けた方厳しくなるかもしれないですね。うん、お互い大事な勝負になりましたね。さあ、トム三局の一本場、ここでチートユーの遺産ですかね、無理なく、うん、はい、なるほど、さあ力が入る、サブロスの方はね、見た目強そうです、見た目強そうに見えるんですけど、いや、サブロスもスイスでも1-2でしょう、どちらもそれほど濃くはないんですけど、ただ十分残ってるような感じはするんですけどね。2枚対さあ、これで完全に回った、
ただ達也くんは怖いのはパーソー積もられるのが怖いですね。これあーここにパーソーが来た、あの1枚目のトーンを動かなければパーソーは積も入ってことですからね。山井くんにパーソー積もられるとそうか、はい、このトーンも動いたことにより押す押す、もう体から汗が、ね、あー積もりました。いい相撲、ピンフ、裏のるとドラドラ、ね、裏乗れば、裏多いですね。さあこれは大きな上がりとなった、大きいですね。